鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない。いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何の用だ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東上界の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私森永と申します。横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組のまだらめ組長と杯交渉のため長須街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後、単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うため、ここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動をとったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東上界の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか。俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか。見捨てる？そうです。東上界は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか。そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか。会津、自分はまだ東条の大門担いでから紐は浅いです。正直4代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は4代目の作った東条会を守りきるって。愛沢、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は4代目との約束を守るため、泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください4代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。あいつはどういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまで白切り通すんだよ。あいつは、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと、そういうことですね。そうだ兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと。あなたが東条会の4代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。堅気に手を出すってのか。間違いは承知の上、しかし今一刻を争う時、きれい事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう、そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。全力で行かせてもらいます。待ってください。4代目。俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。